テレビ皆さんおはようございます。スカイパイでございますよと、今日はなんと11月17日、橋本天香ちゃんのお誕生日の2日前ってところかな。天ちゃんは今年は誕生日はね、日本にいないのよ。私もちょっとスケジュール立て込んでたんだけど、まあ、18と19は絶対に開けないからってもう関係各所に言いまくってて、って言ってたら、金子ごめん、わい18から日本いない、怒りたかぶってたっていうお話があったんだけども、なのでね、私は今回この17日をいただきまして、今年のお誕生日はねちょっと一味違うのよ。今年は本当に一味も二味も違う。でも今年も天地は例年通り全く同じ、まあ変わり映えのしない金と子と二人で飯を食ってっていう誕生日だと思ってる。いや違うよ、まあ、計画としてはね、まあ普通にもう今日ご飯屋さんを取ってありますよと。で、ご飯屋さん集合でご飯を食べますと。で、まあ一発目でご飯がね、まあ、終盤になった頃に、まあ、プレゼントを渡そうかなと思って。で、私今年のプレゼント人にこんな高額なもの買ったことないです。これが何のプレゼントかを言う前に、今までのこのプレゼント合戦に終止符を打とうっていう私の話を聞いてほしい。例年ね、お誕生日プレゼントあげ合ってるんですけど、私は去年、まあ、40万円とか、まあ、50万円しないぐらいの、ブランドのカバンをあげたんですね。って思ったら、まあ、お誕生日に、まあ、ブランドの限定のカバンが返ってきて、で本当にね、コメント欄のやつら本当にあの時本当にもう思ったんだけど、てんちゃんがせっかく気持ちを込めて買ってくれたプレゼントの値段をコメント欄に書きやがったんですよ。そういうの知らけんじゃん。でその金額が、まあなんと、ごめんね、もう書かれちゃってるから言うけど、まあ、70万近いものが返ってきちゃったんですよ、自分のお誕生日に。なんてこったいと。で今年はなので、私はそのエルメスのね、バーキンのカバンをあげようと思ったんですよ。しても百何十万円ぐらいかで済むかなと思ったんですけど、って思ったら、なんとまさかの先週、テンチムのお母様がなんとテンチムに誕生日プレゼントでバーキンをあげてしまったと。ファーキュー、私どうしようっていう。で行き着いたんですよ、お財布だと。であの子今エルメスのケリーウォレットっていうね、お財布を使ってるんですけども、もうね、いかんせん扱いが分かるでしょ、もうみんな見てるから分かるでしょ、いかんせん扱いがもうテンチムなんだよ。扱いがテンチムだから、なんかうんこピンクみたいな色になってて、超もう汚いの、シンプルに言う汚い。そしてボロボロ。今回私がご用意させていただいたものはもうね、ラッピングされちゃってるんで中身はお見せできないんですけど、ドン、こちら、はい、なんとエルメスのクロコのケリーウォレットでございます。まあどうせ値段バレるんで言いますわ。なんとこちらお値段200万円でございます。こんにちは、ありがとう。はい、もう買ったその日から私はもやしを食べて生きているんだけど、まあ嘘なんだけど、全然オリジン弁当食ってんだけど、この30万円ずつぐらいこの上がっていくこのプレゼント合戦に一旦ストップ高をかけようと思いまして、さすがにもう200パーンいったらかかるでしょ、ストップが。もう多分200以上は出てこないと思う。逆にもう200以上もらったら私来年の誕生日もう何もできないんで、逆に逃げようかなぐらいに思ってしまうんですけども。はい。まあ、これをね、持って行ったところで寒いじゃないですか。なので、ここで2段階構えで誕生日プレゼントおめでとうって言ってタンプレでまずこちらを渡します。成城石井で買ったドライケーキの詰め合わせ15袋です。成城石井じゃない、銀座ウエストって書いてありますね。はい。でこれをまず渡して、えってなるやん。何やこれって。ってなったところで、微妙な空気ってなったところの2段構えで、へごめんね、本当はこっちだよーって言ってこっちを渡して、泣いちゃうんじゃないかな、あの子。で今年はね、また一風違うんだけども、なんとね、6年ぶりのお誕生日会をサプライズで開かせていただきます。しかも飯屋になんと栃木から新太マンがお迎えに来てくれるんですよ。なので早速2段構え誕生日ドッキリスタート。はい、てなわけで、到着いたしましたよと。金子が店長よりも一足先に場所に着くっていうね。なんかね、店長も待っていく。やっほー、いらっしゃい、ありがとう。今日はいいえ、こちらこそ、こちらこそやで。見て見て、今日朝10時から化粧してたけど、今日も全然可愛い。でもね、出たらこれ二度でムチってるから。あ、可愛いレッチュー、お姫様レッチュね。ムチ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 ムキエルド、意味わかんない。むちってる。むちってる。むちってる。ねえ、むちってる。むち。
じゃあ今日はよろしくお願いします。というわけでね、チームさん、はい、お誕生日ということで、ありがとうございます。私、こんなものを今年はね、スペシャルな年にしていただきたいなと。ねえ、何、あなたから受けた恩、はい、愛、すべてをもう何か気持ちとして形に残してあげたいと。何いうことで、何、私、はい、こちら、はい、成城石井にて、はい、かわいいにゃんこのクッキーを買ってまいりました。あ、ありがとうございます。ありがとう。え、どうぞ。いいの、開けて。いいよ、ありがとう。開けさせていただきます。いただきます。いただいて。え、いただきます。はい、カネコからの愛のクッキー、愛のクッキー。ね、猫のマークも何も入っていない。ただのクッキー。うん、うまい、うん、うまい、うん、一個ね、言わなきゃいけないことがある。ない、これがプレゼントなんじゃないや。パラピョーン、嘘、パラピョーン、マーク、マーク、お誕生日おめでとう。こちら、お誕生日おめでとう。ティリティリティリ、お誕生日エルメスだよ、エルメス。おめでとうございます。ありがとう。開けて、開けていい、いいのに、ほんとに。猫のクッキーでも嬉しいんだよ。バカバカ、ほんとに。あとでも素材見て、猫のクッキーだった瞬間の顔寄るからね。え、開けますね。開けてください。泣くと思った。泣くと思った。みんなにも見せてあげて。だからかわいいね。今日の格好にも合ってるね。かわいい。あんた、かわいいね。ケリーウォレット、はい、カネコからの。よく見て、クロコです。今使ってるお財布見せてごらんなさいよ。はい。今使ってるお財布、もうね、冒頭の前振りでね、うんこケリーって呼んでんだけど、そのことを。そう、ボロボロすぎて。ねえ、素敵すぎる。いやーねえ、本当に嬉しい。見てください、このレザー。レザーちゃうで、黒子やね。あ、そう、黒子、黒子。マットにしました。うん、ツヤツヤとかもあったんだけど。うん、あ、超上品。超上品だね。似合ってる。似合ってるでしょ。今日の格好がさ、白で来てくれたから。ね、肉まんが持ってるみたいになってない。なってない。マジで肉まんじゃない。白いし、なんか顔丸いし、二の腕も知ってるし、なんか肉まんって感じしない。大丈夫。しない。痩せたよ、あんたは。ねえ。何？ずるい。何がずるい？ずるい。わい、もう、なに、もう嬉しい。サイアンドコー、サイアンドコー、よかった。嬉しい。コケ、あ、さ、ゴミは置いてこ。分かった。いや、だから言葉が出てこない。人間ってさ、本当にさ、嬉しいこととか驚いたことってさ、言葉っていうのは出てこないんだよな。これがね、あなたの生きてきた26年の結晶の一つのかけらでございます。わいさー、え、嬉しい。わいさー、それに相応しい人間なんですよ。なんだよ、これをさ、気持ちでさ、プレゼントしてくれる友達がいることに、わいは誇りだよ、本当に。私はね、これをプレゼントしたいって思える友達がいることが誇りで。ねえ、嬉しい。なんで愛を愛で返してくれるの。取り戻せる。嬉しい。え、かわいい。でも最後、皆さんにお願いして自慢したって、かわいい。めっちゃ使いやすい。見てください、皆さん、こちら、はい、金子からのお財布、黒子キリオレットです。ベージュ、めちゃめちゃ可愛い。オレンジっていう色で、え、可愛い、可愛いね。じゃあ猫の喜んだけど、じゃあご飯食べましょう。いや、ね、本当にありがとう。しかもずっと前のカメラを持ってて、本当に最高でした。うわ、すっげー腕が肉まん。はい、じゃあムチコちゃん、はい、26歳のお誕生日ということで、ありがとうございます。本当にハッピーバースデー26、天下、うん、ラブチアンドピース。嬉しい。なんかわいさ、天下って呼んでくれるのってさ、本当に仲いい人しかいないじゃん。うんうん、本当に片手とかなのよ、うん、みんな天チムとかさ。そうだね。だから大事にしたい。ラブチアンドピースだよ。じゃあそれじゃあ、はい、いただきます。ハッピーバースデートゥーユー、オーイエッで、トゥーユー、ハッピーバースデーディアムチコ、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。ありがとう。おめでとう。26歳のなんか目標か抱負ありますか？26歳に向けて。26歳は走り続ける、うん、でもワイは今日
生まれてきてよかったって思える日に金子がしてくれて嬉しい、うんうん、こちらこそ本当にありがとう。走り続けんの？走り続ける。うん、走り出せ。おお走り出せ。このラップ何？このラップ何じゃない？サクラップだよ。サクラップ。そうそう、今日は来たようだ。今日は来たようだ。いやマジで、じゃじゃーん、シンタマンです。イエーイ、イエーイ。またない。おめでとう。栃木にいると思ったべ。全然栃木にいると思った。しんちゃんのさ、誕生日さ、うん、全然別のこと LINE してきた。本当だよ。こいつ誕生日わしかじ言ってからね。てなわけでね、まあ、今宵はお姫様になっていただこうということで。はい、お姫様になっていただく、はい、まあ危ないんで上に上がってから目隠しをつけていただいてね、はい、お姫様になっていただきます。ちょっと今日はお姫様になってる、はい、マジでどういうこと。お迎えお迎えに上がってくれた。お迎えに来たんですよ。マジで、はい、そう今日はお姫様、はい、マジ、うん、はい、そう、てなわけで早速、はい、行こう。よしくよろしく。行こう行こう。はい、てなわけで、てなわけで、はい、シンタマンさん、例のものを、はい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 、じゃあ本当そのブーツ、結構危ないから、はい、まずエスコートしてあげて、はい、あ、そうね、それがあって、いいね。怖い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 んだけどね、マジで。大丈夫大丈夫。タクシー乗るまでさ、いい外しても、あ、そうね、乗るまでは見てていいよ、先言わないんで。はい、というわけでお願いいたします。ディズニーランドでも行くの？どうかな、近いな、近い、近いな。うん、というわけでね、何、レッツゴー、レッツゴー。しんちゃんさ、ワイのことおんぶできないの？はい、おんぶしてほしいの。外れてない？外れてない。今さ、しんちゃんボキとか言ってるけど平気？言ってねえ。しんちゃん持ち上げて、え、ダメだ。何何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 、はい、外していいよ。おめでとう。じゃあフーするよ。うん、いただきます。